やばいな、ちょっと待って、これすごいぞ。どうもこんにちは、海坊です。今日はラブリーパートナーエルパにやってきました。今回はですね、エルパの中にあるお店でテイクアウトしたいと思います。良いこと、みんなはね、お店の中に出入りするときはアルコール収集しましょうね。シュッシュッ。今回テイクアウトしたお店はエルパの1階スーパーマーケットの近くにあります。お肉専門店の川口さんです。もちろんお肉屋さんなのでうまそうなお肉がたくさん売っているのですが、サラダやお惣菜、お弁当なんかも販売してます。お店にお邪魔したのはお昼少し前、例のごとく朝ごはんを抜いてきたので揚げ物がいつも以上に魅力的に見えました。本日のお目当てはこちらのお弁当、サイコロステーキ重です。容器の中にお肉がぎゅうぎゅう詰めで入ってます。牛肉のステーキでこんなにお肉がたっぷり入って税込みで860円。こういうお弁当って1000円くらいはいきそうなもんじゃないですかね。リーズナブルさに驚きです。果たして解剖はこのお弁当に満足できるのか、実食していきましょう。というわけでお持ち帰りしてきました。ちなみにお弁当を買うとお味噌汁がもらえるようです。手に持った感じ、ずっしりとした重さがあります。ラッピングの上からも分かりましたが、お肉がぎっしり入ってます。下にあるはずのご飯が全然見えません。その他は卵焼きと野菜のおひたしが入ってます。いただきます。箸でつまんだらわかる、これはでかいやつや。圧倒的サイコロ感、むしろ大きさで言ったらゴルフボールくらいありそうです。同じような大きさのやつがね、いっぱい入ってるんですよ。やばいな、ちょっと待って、これすごいぞ。それではお肉をパクリ。今回はレンジでチンせず食べてます。やばいわ、うまっ冷えていてもお肉が柔らかく、旨味をしっかりと感じることができます。大きさもあるので食べ応えもすごいです。某コンビニのお弁当とかだと、こういうお弁当のご飯ってちょこっとしか入っていないイメージですが、このお弁当はご飯もたっぷり入っていてとても嬉しい。このお弁当のすごいところは、さっきみたいな食べ応えのお肉がゴロゴロ入っているところ。それでいてお肉の味もうまい。本当にこれ税込み862円のお弁当なのか。かかっているソースは醤油ベースの和風ソース、生姜などの薬味の風味が効いたちょっとだけ甘めの味付けとなってます。解剖ね、お肉屋さんのお惣菜とかお弁当めちゃくちゃうまい説っていうのをね、唱えてるんですけど、またこれでね、一つ実証されてしまいましたね。お肉屋さんの弁当はマジでハズレがないかもしれん。うん、うまい。このお肉一番でかいな、多分。炭酸電池と比べるとこんな感じですわ。ちょっと遠近感があれだけど。パセリはね、ビタミンとかミネラルとか栄養素がね、たっぷり入ってるんでね、お弁当に入ってたら食べた方がいいっすよ。貝もね、喜んで食べます、いつも。ごちそうさまでした。というわけで、川口さんのサイコロステーキ重をいただいたわけですけれども、いやー、食べ応えのあるうまいお肉がゴロゴロ入ってて、白米ももりもり食べられる有能で大満足のお弁当でございました。もっとこういうリーズナブルで大満足なお弁当に出会っていきたいな。解剖の満足はこれからだ。気になった方はぜひテイクアウトしてみてください。今回もご視聴ありがとうございました。